どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。ここでは言えない内緒の話は、ニコニコ動画で見てくださいね。この動画の説明欄にリンクがあります。リンクを押すだけで簡単に見れます。また、このチャンネルには、告知以外にも攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。それから、このチャンネルとは別にサブチャンネルを用意してあります。サブチャンネルには感動ものと、再生リストに小分けにしてあったり、お歌なんかの底にしかない動画もアップしてあったりします。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等にも用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。さらにサブサブチャンネルとして、ランブルという別のプラットフォームにも過去動画をいくつか見繕ってあげていっています。どちらもこの動画の説明欄にリンクがあります。これらチャンネルにもぜひ訪ねてみてください。さて、今回追加した動画の内容の触りを少しだけ。キチガイマクロスピード。こら。もうちょっとわかりやすく言いなさい。竹島で大量のエビを放流した連中がいるらしいんだけどね。ふむ。それをもって日本に完全勝利なのよ。聞いてもさっぱりわからん。言ってる私の頭もおかしくなりそうだわ。今回のは巨難関。じゃなかった。超難関だな。ところで話は変わるんだけどね。私のボケはスルー。また東京都の小池都知事が受けを狙って滑ったみたいよ。5つの子、とか、ウイルスは油断が好物、とか、正確には忘れたけど、いちいち反感を買ってるよな。今度は2021年6月4日の定例会見で、8時だよ、全員帰ろう。って言ったみたい。サブ、8時の電車がめっちゃ混んで密でしょ。とか、志村さんがコロナで亡くなってること忘れたんか。とか、怒ってるコメントがいっぱいだったわね。まあ、あの人は自分が目立てればそれでいいだろうからな。施策の効果がどうだとか、亡くなった人への思いとかはないんだろ。さらに、それが滑ったとは思わず、複数回連呼したらしいわ。そういう人まれにいるよな。つまんないからスルーしてるのに、聞こえてないとか思っちゃってるんだろうな。ああはなりたくないわね。同感。続きはニコニコ動画でね。